ギルバート・スチュアートによる肖像画1790年1791年作。初代オリオール男爵ジョーン・ホスターはアイルランド王国出身の政治家、貴族、アイルランド財務大臣、アイルランド庶民委員議長を歴任した。アイルランドの裁判官、アンソニー・ホスターと一人目の妻、エリザベスバーグの息子として生まれ、1740年9月28日に、 宣令を受けた。1757年にダブリン大学トリニティカレッジに入学。1759年にミドルテンプルに入学した後、1766年にアイルランドにおける弁護士資格免許を取得した。同年にイングランドにおける弁護士資格免許を取得したとする文献もあるが、イングランドの弁護士資格免許は取得していないとする文献も存在する。 1761年、ダンリーア選挙区で初当選してアイルランド庶民委員議員になった。1769年にダンリーアの他の番選挙区とラウス選挙区でも当選し、ラウス選挙区の代表として議員を務めることを選択した。以降、助赦まで一貫して、ラウス選挙区の議員を務め、1801年にアイルランド王国とグレートブリテン王国が合同して、 連合王国が成立した後も、同選局で当選し続けた。議会では主に財政と通商関連の討議で活躍し、アイルランド総督の第二代のオティントン伯爵、ロバート・ヘンリーも退任間際の1784年2月に、初代シドニー男爵、トマスタ・タウンゼンド宛ての手紙で、ホスターをアイルランド財務大臣に推薦した。直後に、アイルランド財務大臣、 ウィリアム・ジェラード・ハミルトンが辞任すると、ホスターは同年4月23日にその公認に任命された。また、1779年7月9日には、アイルランド数密院の数密顧問官に任命されている。アイルランド財務大臣の在任中に、穀物法が可決された。しかし、1785年9月5日に、全会一致で、 アイルランド庶民院議長に選出されたため財務大臣を退任1786年9月6日にはグレートブリテン枢密院の枢密顧問官に任命されたその後1793年2月にカトリック解放法案に反対した政治における功労が認められた結果妻マーガレッタは1790年6月5日にアイルランド貴族であるラウス県における コロンのおりおり女男爵に除され、1797年11月22日に、ラウス県におけるフェラード女子爵に認められた。ホスター自身ではなく妻を除爵した理由はホスターが、アイルランド庶民委員議長に留任できるようにするためで、ある。イングランド政府の施策を一貫して支持し、1798年には、ラウス首席治安判事とラウス総督に任命されたが、 合同法には、熱烈に反対した。結局合同法は1800年6月7日に、アイルランド庶民院で可決されたが、連合王国が成立した後も、ラウス選挙区で当選し、アイルランド庶民院議員から、連合王国庶民院議員に移行した。翌年、ラウス首席治安判事から、退任、連合王国議会には1802年2月3日になってようやく初登院した。 合同法への反対にあたって、ショーピットと敵対したが、合同後はもう済んだこととして、政府との和解を望み、1804年7月には、ショーピットから、アイルランド財務大臣への任命を受けた。総人材内閣の成立に伴い退任するが、翌年に再び、アイルランド財務大臣に任命された。1811年に退任した後、庶民員の弁論にほとんど参加しなくなった。 例えば、1812年は全く会議に出席せず、以降も1818 18年までは1814年春に数度出席しただけだった。1806年2月20日、王立協会フェローに選出された。1812年9月に首相リバプール伯爵に助釈を申請し、一度は失敗に終わったが、1820年イギリス総選挙の後に、 初代カムデン公爵ジョン・プラットのあなたは以前摂政王大使に望みを一度述べたのではないか。今や摂政王大使は国王に即位しているので、もう一度求めることが自然であるとの勧めを受けて、再び申請し、カムデン公爵とカースルレー子爵ロバート・スチュアートの尽力もあり、今度は成功した。そして、1821年7月17日、 ジョージ4世の体冠式記念序勲において、ホスターは、連合王国貴族である、ラウス県におけるフェラードのオリオル男爵に除された。ラウス選挙区の補欠選挙には、息子、トマス・ヘンリーが当選した。1828年8月16日に、ラウス県コロンで死去、息子、トマス・ヘンリーが爵位を継承した。1764年12月14日、マーガレット・バーグと、 結婚、二何日常を設けた。ありがとうございます。